スルーホール実装の断面図スルーホール実装に使用されるリード部品半断面から見たスルーホール実装による基板。基板上の配線により各部品が接続されている。部品そのものは裏面にある。画面から見た1948年のモトローラのテレビ。ポイントトゥポイント広報のため配線が非常に複雑になっている。スルーホール実装とは電気部品。 電子部品や電線をプリント基板に実装する方法の一つ。挿入実装とも呼ばれる。電子部品につながるリード端子を基板の穴に通して片面、もしくは両面にハンダ付けする方法である。電気回路を製造する方法としては他にポイントとポイント方法があるが、これは電気部品同士を直接接続して回路を構成するもので回路が 複雑化すると製造が困難となっていた。しかし、スルーホール実装でプリント基板に実装すると配線を大幅に減らし、製造も簡単になるため古くから広く使われていた。1980年代から急速に増加した表面実装と比べると基板面積を広く取る上、穴のために基板の両面、全層を占有してしまう。しかし、応力のかかる、 電子部品は基板に応力を逃すことができるためはずれにくくなる。スルーホール実装は下記のような工程となる。電子部品を穴に挿入できる形に整える。電子部品をプリント基板の穴に挿入する。ハンダ付けを行う。冷却する。ありがとうございます。